槍はどこだ？ん？お？あれ？天下を手放してしまうとは、足利公の思い切りは気持ちがいいな。そのように悠長なことも言ってはおられませぬ。乱世の波から前田の家と加賀の民を守らねば。ああ、そうだな。そして松、お前もそれがしが守る。この松目も命を懸けて犬千代様を。あとは刑事が前田家当主としてしっかりと。大丈夫、トシと松姉ちゃんがいれば大丈夫だって。始まったものはいつか終わるさ。まあこいつが最後の祭りだ。悔いを残さないように盛り上がろうぜ。まったく無責任な。刑事らしいな。悔いが残らないようにか。それがしがやり残したことは。犬千代様、何か？いや、なんでもない。さあ、待つ、やりおくれ。天下を手放してしまうとは、足利公の思い切りは気持ちがいいな。そのように悠長なことも言ってはおられませぬ。乱世の波から前田の家と加賀の民を守らねば。ああ、そうだな。そして待つ、お前もそれがしが守る。この松目も。何者か。信者の血と汗と涙の結晶、それはお金。せっかく愛と引き換えに吸い上げたのに。あれほどの武将を揃えるとは、ザビー教はもはや脅威。この資金を持ち去り弱体化させねば危険ですぞ。私とてザビー教の男だ、無駄死にはしない。あなたは大切なものを奪っていきました。我らのお金です。つまりは穏便に返してくれたらいいなと。あまり大きな声では言えない手段で得たお金ですが、元をたどれば民が汗水垂らして蓄えたもの。不況よりも目の前の相手に集中を。この人の冷たい視線、完全に悪人だと思われてるな。で、お前は何人入信させたのですか、宗茂。侍やるの疲れたな。明日やめよう、そうしよう。もしあなたがそのお金を持ち帰り民に返すなら、手前はこっそり見逃してもいいのです。どうかそのお金、民のためにお使いください。そう、これが言いたかったんだよね。こう見えて、特組合には自信があるぞ。あなたの表情、風向き、そして貯金庫、そこから導き出される答えは入信。一時休戦といたしましょうか、互いのために。
血流しにしますよ。申し訳ございません。この程度の理不尽は試しまえ。ダディ様は言いました。人なんていいの。敷金、礼金、しっかりもらえば問題ないね。利家様、そろそろまた弁当にします。俺はザビー教に未登録の人間を探す、さすらいの信者さんじゃんよ。最強最強、俺様最強、宮本武蔵に敵はねえ。よえよえ、いっと、ちくしょう、ちくしょう、なんだこれは。ザビー様は言いました。不審瓶、怖い怖いよね。なのおかしいぞ。やった、ザビータイム、やった。つまんねえ。守ると決めたんだ。俺様一抜けだ。いくら受けても倒れん。松の買い物具合によると今日の献立はまさか。新ザビー教第9回、嘘は人をきれいにする。ザビードンの愛で強くなれると聞いて入ったね。ジャッドン、やはり剣の腕は与えられるもんじゃなか。おいは主役だ。剣を弔う方法が欲しかった。それがなんとここにあったとね。おまはんにもザビー教直伝ザビーラップを聞かせてやった。レッツザビー。うつつの見えん。あは、伝説のソードマスタージェット始末がやぶられるなんて。みんなも刑事もそれがしも前よりもっと強くなったぞ。もっと哀れに倒れなさい。敵の道場を変えますよ。オッケーブラザー。最後の一つでもなれば資産価値が跳ね上がるのです。私の推察によると、ジャンボザビー君、ジャンボナナハではリバーシブル。バカな、ジャンボザビー君に中の人などいません。甘く見ないでくれ。私のような常識人もいる。裸で寝るとまた松様に怒られますからね。ザビーランドは従業員を募集中。明るい職場です。どうです、あなた方。そちらの祭りとこちらのランド、商売なさきってやつですね。
姉の力で解決しましょうか。出番だ主人公。私の洗礼名はここまでです。どうです、お前ソウルン様のザビーの甘じょっぱい祝福を。それがしの技が刑事に似てるって。嬉しいな。ザビー卿はあなたを助けません。あなたが勝手に助かるだけです。お取り寄せグルメ、もちろんあなたの専門名です。俺は無敵。行くぜ。トウ主人、どうもくせよ。無敵の神髄皆にお見せしよう。ザビー様、小生にこの者をぶちのめす力を。洗脳されたと思っているのか。違うね、小生にはここしか残ってなかった、それだけだ。なるほど。立つのです、女子。あなたはまだまだ銀行と愛を掘り続けるのです。何？冗談だろう。もう許せません。でもこのコッパミジンコです。なるほど、つまりあなたはザビーランドの経営方針を学びたいと。やむを得ません。あなたの洗礼名はジェロニモです。うっそ、やべえ、マジ守りきれば幹部への道が開きます。強いな、将たる者をそうでなくては。よえよえ、ここがザンビ力助けだ。教団強盗の罪で幕につけ。春様探しの潜入捜査とはいえ、僕の手先になるなんて。ダービダービタピー、ダービダービタピー。はい、おやさん、僕今何かつぶやいてました。まずいっす。気づかないうちに僕自身が洗脳されてく。ある、ひとかけらでいい、何か手がかりを。信者をよくも。バンビ、ナイス信仰心でしたよ。私の代わりに立派な信者になってください。さすが伝説のタクティシャン。サンデーのエスコートのおかげで息ぴったりです。我は考えていた、この手に握られた日輪の意味。これは天使の意味。我は乱世を救う愛の使徒。なんとサンデーがあのエンゼルに覚醒するとは。救世主の天使、まさにキューピッド。ザビー様、ガックを守り、刑事を支える。これは飯を食ってる暇もないかもな。あ、いやいや、それは困るぞ。腹減った。まず。
マツ、この煮目いつもと違うな。いいえ、犬千代様、味付けは同じでございますれば。何言ってんだトス、寸分たがわずいつもの味だよ。ああ、いや犬千代様、大丈夫だ、それがしは松の。大友と同じ。大丈夫だ、それがしは松の飯で元気いっぱいだぞ。三成様から預かった沢山の城をかけて俺と一丁勝負と行こうぜ。でもそうだな、普通に金をかけてもつまんねえし、ここは一つ別のもんで行くとしましょうか。超に張った、さあさあ、才を振っておくんな。うっそあちゃ、まずった。あれ、そちらさんの勝ちか。まあいいさ、次だ次っと。おお、お体に力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。二番勝負だ。マジ半端ねえのハンデ、どうだ。さあさあ、あんたのやる気バシッと貼ってもらおうじゃねえの。少々待っておれ、体の筋を伸ばしている最中なんだ。お見事、周りを司っておられますな。どうしよう、しおれの勝ちっと。いい感じじゃね。ただの博打とはいえ負けは負け、どうにも気が抜かれますな。さて、そいじゃ俺も行きますかね、っと。叶うと思っていたのなら、いかにも愚かな楽観よ。三番勝負だ。頂上発進で俺は勝。もしあんたが負けたら、守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。命はかなき皆さん、私と共に笑顔になりましょう。問題ねえ、こんなとこでうちらが負けるわけやねえ。やったな、左近、相手の守りが一気に崩れたぞ。どうよ、俺くればつきまくれっしょ。なんともはや素晴らしき兵糧の運びがいもありまする。そらそら、もっと骨のあるやつはいねえのか。主人公、見せ場はこれから。無敵なのに。
今までいろいろあった。そしてこれからもいろいろだ。次の勝負、ちっとばかしでっかく張るぜ。ここで勝ったら力が倍ってのはどう？やりすぎ。決めたらハンデどうだ。いくらでもは勘弁してよ。さあかかってこい。いくらでも受け止めてやる。誰かと遊んでるよ。そのようですね。はて、どちら様でしょうか。マジでか。ここで俺が負けるとかありえなくね。おお、勝ちましたな。みなぎる攻めの力で一気加勢といきましょうぞ。左近君、実はここ一番に弱かったりして、出汁の取り方も知らない人とは話したくないよ。これは弾けるばかり。こんなに高ぶる戦は久しぶりだな。ほーら盛り上がってきたっしょ。五番勝負、残りも少ないし、ここでドーンと気合い入れてこうぜ。勝負、やっぱハンに張った。マーチャン、マジでいかさましてねえだろな、バンタ。おい、サコン、敵さんずいぶん気合入っちゃったよ。平和にボケる、まあ、時にはいいでしょう。お次の6番は、ここは恐怖さんの客人2人がお相手だ。ちょっと、どうして僕が勝手に決めないで。まあ、いいではありませんか、キングさん。私たちも楽しくやりましょう。どうしよう。守ると決めたものは必ず守る。目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。それがしの槍は早く鋭く、そして重い。またお会いしましょう。おそらくは表側でね。まずいぞサゴン、兵糧用の金子を持ってかれた。ちょっとあんたらひどすぎじゃねえ。そんじゃば、次はいよいよ。よし、ここまでのあんたの負け分きっちりといただいてから勝負といこうぜ。島の左近に過ぎたるものが二つあり、三成様と任せてくれたこの城だ。やーべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねっての。負けたー。次だっけ。次は絶対負けねえ。松を守り、
トシ、なんか悩んでんのか。夫婦水入らずって言うけどさ、たまには油にも話してみなよ。信長様の元にいた頃を思い出していた。あの頃のそれがしは信長様の強さに憧れていたんだ。トシも相当かぶいてたもんな。だが気づいたんだ。ここにいればいつかは松を死なせることにもなると。そして同時に分かったんだ。これは憧れじゃない。それがしはあの方への恐怖に負けただけだと。トシ、それがしは怖くなって松を連れて尾張を出た。今までもその時のことを考えなかったことはない。胸に仕えた過去か。そいつは松姉ちゃんの飯でも流し込めないかもな。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。巨大な地下道を発見。火の元を結んだこの小生の穴道、いいか、この穴道はな、南は西表から北は蝦夷まで。官兵衛さんが野望を抱いて。お前さん、どこから入った。出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。おう、あ、しまった、あれが置きっぱなしだ。晴らしてやるからな。墓穴掘っても掘り抜けて抜けたなら官兵衛さんの勝ちってなもんよ。おい、そいつは小生っす。うわあ、この振動突きっぱなに響くぞ。ええ、お
ここらで休憩休憩。お前さんたち、ちょっくら見張っていてくれ。カムデさん、鉄さん追いかけてきたぞ。何？あいつを乗りこなしているだと？調整はな、そいつも乗りこなしたことがないんだ。正直怖くてな、早いし危ないし。この程度の相手、犬千代様なら朝飯前にございます。おっと、大岩が転がり出した。こいつも工事やつきもんだ。すげえ、官兵衛さんがいつも潰されるあの天敵の大岩までぶっ壊しやがったぜ。ここは穴掘り用の火薬を使う。危ないから触るな。官兵衛さん、近寄りすぎだって。そんなこと言ったってな。調整ちょっと迷子なんだよ。それがしも鎧をつけた頃はあったんだぞ。伸びてやがるぜ。今だ、かかれ。おいおい、切り込みしている暇か。切り込みよ。こう見えて取っ組み合いには自信があるぞ。逆転するのは調整の運だと心もとないな。あれ、どうした。お前さんたち誰もいないのか。この穴蔵はな、小生の命と同じくらい大事なんだよ。秘伝の証。小生も本当は欲しくて仕方ないんだ。内緒の子ってやつがよ。分かった、探してやる。その鉄球を軽々持ち上げられる相手を。やっぱりついてなかった。なあ刑事、過去にけじめをつけるためには。なあ刑事、過去にけじめをつけるためには信長様を。犬千代様、どこに向かうおつもりですか。待つ、それがしは過去にけじめをつけるため信長様を討つことにした。犬千代様、
なぜお一人で行かれるのです？この松目も命を懸けてあなたを守ると誓いました。決して一人だけでは行かせません。二人で一人でございます。松、まるで尾張から逃げた時のようだな。かたじけない。よし、まずは再会の鬼に会いに行くぞ。はい、犬千代様。行くぞ。長宗我部殿、久しぶりだな。今日は頼み事があって参上した。おお、ずいぶんと他人行儀じゃねえか。何でも言ってくれていいぜ。実はな、長宗我部殿、刑事のことは頼まれてくれないか。奴の子守はあんたたちの仕事だろう。それを俺に頼むか。どういう了見だ。それがしらは己の過去にけじめをつけんがため信長様を討ちに行く。そうか、覚悟あっての頼み事ってところだよ。嬉しい。それがお前たちの生き様か。討伐と聞いて見過ごすわけにはいかないな。どうし、それは我らの願い、先代の仇でもあるのだからな。そうか、信長様は西華殿にとっても立ち向かうべき過去なのだな。我らの西華殿、
信長様は私たちにも避けては通れぬ道、どうか任せてはいただけませんでしょうか。お前たちだけで魔王を打ち倒せるのか。勝てるかどうかそんなことはわからない。それでも行かねばならないんだ。それがしのけじめと置き去りにしてきた者を救うために。我ら妖精にはできない。仇討ちが地の底に眠る過去の怪人、お前の望みをはるか天高く未来に向かっているのか。もし彩花殿、もしもの時は刑事の守る加賀を何とぞ。あの男なら大丈夫だ、松姉ちゃん。よし、我らの願いお前に託す。あんた、俺からの選別だ。じっくり腕を磨いていきな。こいつに負けるようじゃ魔王なんて夢のまた夢だぜ。これはいいな、槍ならしに使わせてもらうぞ。うちの技術と彩花の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。どうよ、魔王だってここまで怖かねえだろ。このバカでけえ恐怖に打ち勝ってみやがれ。すごいぞ松、ワクワクする大きさだな。おいちったビビってくれねえと野郎どもに格好がつかねえぜ。たく、なんのなんのびくともしねえぜ。それがしの槍と体、この戦いで研ぎ澄まさせてくれ。しまったかい。魔王より怖え鬼のお出ましだ。長宗我部殿、いろいろとありがとう。刑事のことよろしく頼んだぞ。これで手締まいだ。命を捨てに行くのではないぞ。松、刑事、加賀、全ての宝を守ってみせる。あんたの宝は俺が預かるぜ。必ず取り返しに来いよ、鬼の股だ。
ありがとう、サイカ殿、チョウソカベ殿。これで心置きなく槍を振るうことができる。槍よりもまずは箸を振るってもらわねば。さあ犬千代様、召し上がりませ。よし、この弁当もそれがしのけじめも全てを一気に平らげるぞ。はい、その意気でございます。どうされました犬千代様。いや、勝家はどうしているかと思ってな。それがしはあいつのことも終わりに置いてきてしまった。犬千代様、もし今も恐怖や絶望にとらわれているなら。行くぞ。お久しゅうございます。恐れながらこのマタサ、信長様の見印、頂戴しに参上つかまつりました。あの歌舞伎マタザが随分と首相になったものぞ。世のごとく天馬まといて舞い戻ってみせい。年家様、どうか黙って引いてほしい。さもなくばあなたを殺めねばならなくなる。勝家、解き放てるものならそれがしか。こなた至りてようやく七四九物に等しきと修練。勝家、仰せのままに。情けないんだ、松。信長様に近づくにつれて震えが止まらないんだ。犬千代様、それはきっと武者震いでございましょう。この松見があなたと共に行きまする。そうだったな。刑事に笑われるよう最後に一つ、槍のマタザの大歌舞伎といくか。はい、犬千代様。幕府の人を与えた朝目覚め、戦場に立ち、夜眠る。
伝えるこそ物の始まりぞ。はは、恐れ恐怖こそが信長様の象徴なり。遅かったか。言い訳はしない。罵ってくれ。あえて期すべきものもなし。暇ぞろ。拙者が規則として何度も申し答えられることか。いつどこに置いてでも悲願の傾き、これあるもみじ。カズイ、お前はもう信長様の元を離れるべきだ。あとはそれがしか何とかする。愛しき者と逃げおおせたあなたに言われたくはない。物よ、あれ、余が皮肉の端を。それしきに危ぶむならば、物の器もそれまで。クルツが鼓の音に興じとく、色めき出しよって。聞いてください、利家様。あなたと私はすでに離れた小袖に過ぎない。こんなところにいても変わらんぞ。新たな一歩を踏み出すんだ。あなたはあの方の恐怖に負けた。その言葉に人を悟す力が備わるはずもない。槍を振るうばかりのまたザメが琴の葉も封印おるか。して趣は再度の仕官であったか。手を制する者ぞ。信長様、恐れ多くも槍の待たさ、かつてのけじめをつけさせていただくべく参上つかまつりました。わからぬか。世にしてみれば、貴様らを潰すことなどいつでもかなったことよ。貴様が猿を咎めもせず置いたのも、所詮は余興に過ぎぬわ。それがしら、戯れで見逃してくださっていた。それがしら、それは分かっていた。犬千代様、よくぞ、かぶいた、物言い。行っちまいやがって。死んじまったらどうすんだ。お前のようにかぶいてみたくなってな。ったく、無茶してんじゃねえよ。さあ、うちに帰ろうか。それがしは、ここに残る。何言ってんだ。かつてそれがしは、魔王の力を恐れつつも、それに見入られ、憧れた。そのけじめをつける時が来たんだ。それがしはこの地を、織田の民を守る。どうし、刑事、加賀のこと頼まれてくれないか。くせえくせえ水くせえ。こんな大事なこと腹から言えって。俺はいつまでもフラフラの風来坊ってか。いや、犬千代様、お前ほど頼れる男はいない。頼んだぞ、刑事。ああ、みんながこぞって集まるようなたまんねえ国を作ってやろうぜ。
ランス。待つ、苦労をかけたな。だが今のそれがしはこの青空に負けないくらい突き抜けている。さあ